大きなアイスクリームの看板が目印の牧港本店は今日で営業が一時的に最後ということで、平日のお昼時にもかかわらず多くの方が訪れています。1963年にオープンしたブルーシール牧港本店、戦後の沖縄とともに歩みを進め、地元客や観光客に親しまれてきましたが、60周年を迎えた今年、施設の老朽化のため建て替え工事が決定。今日で営業は一旦終了となります。営業最終日、続々と人が訪れ、店の前には渋滞が。家族連れや友人らと多くの人が笑顔でアイスクリームを堪能していました。バニラとアイス、おいしい。ブルースピール大好き。こんなにいっぱい混んでるって思わなくて、ちょっとびっくりして諦めようかなと思ったんですけど、最後だし記念にちょっと食べようかなと思って。おいしい。甘いところ。トウタクはブルーシール好き？うん、美味しい。美味しい？地元に愛されて賑わってるなって感じ。ソウルフードなのかな。結構自分もブルーシール違う店舗で働いてたので、それもあってちょっとご縁があるから食べに来ました。この姿がなくなるのは少し寂しいなっていう気持ちあるんですけど、また次新しく、ね、リニューアルした後には赤ちゃんも連れてこれるかなって思うので、楽しみにしてますっていう感じです。また今日限りのお得なパックも限定3000袋販売されていて、長蛇の列ができていました。まあ、古い歴史がある店舗なので寂しい気持ちもあるんですけど、まあ、ワクワクした気持ちもあります。すごい皆さんに愛していただいて嬉しいです。まあ、歴史はもちろん残しつつ、まあ、新たな形としていいお店にして戻ってこれたらと思います。ブルーシール牧港本店の今日の営業はこの後午後8時までとなっていて、午後7時20分からはクロージングセレモニーが開かれます。リニューアルオープンは来年7月の予定です。